それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。ワールドフォーラム4月例会ということで、本日は、機能健康理論で、日本の第一人者でおられます、浜岡勉先生をお呼びしていたしております。浜岡先生は1940年鹿児島県串木野市生まれ、昭和38年に東京大学の薬学部製薬科学科を卒業され、その後富士写真フィルムに入られてカラー写真管材、合成研究を中心にされまして、バイオ部門では日本の同社のですね事業部長として大変活躍になっております。アメリカにも留学されておられます。で国際ディベート学会の理事長をされておられまして、英語でも達人でございます。本日は金がね、木がですね、健康にどういう作用を及ぼすのかと私も大変興味を持っておりまして、久しぶりに健康の問題をですね、その議論と実践と両方の立場からお話を伺って、これをできれば日本から世界に広めていきたいなと、こういうふうに思っています。それでは先生、どうぞよろしくお願いいたします。佐藤さん、ご紹介ありがとうございました。佐藤さんとお会いしたのが去年の8月だと思いますね。それで南方熊楠ツアーにここに来られた英語の達人のね、松本先生に呼ばれて、それで行きました。でその帰りにたまたま私が千島学説研究会の大阪大会で、30分の講演したそのテキストを見せたら、いやぜひその講演してほしいということで、で今日が実現しました。今日のこのテキストは実は後ろに座っております JJ レビセンターさん、彼が弟子入りしたいって言われるんですけど、ね、それじゃあやっぱり記録で残して、これを読めば多分Jさんはできると思います。気の原理と実技っていうのを僕の知る限りで、書いてあります。で Jさんの体験ですね、ちょっと自分で話してもらうといいから、本当に奇跡なんですね、ことは。でちょっとお話ししてください。誰でもそれができるように今日できると思います。Jと申します。自分はですねダンサーですね。25年間やってますけれど、日本のヒップホップの初代で、アメリカでやってたものですけれど、10年ぐらい前に、ビデオの編集を知り合いから頼まれて、ヒップホップのビデオなんですけど、それでそれを完成させるために2月近く、閉じこもって編集をしてたんですけど、1日2時間ぐらいの睡眠時間でたくさんのフィルムをずっと刻み続けてて、その時に編集の作業っていうのは片手上げてやるわけですけれど、そしたらですね、右肩の付け根と背骨がくっつくところですね、ここが2ヶ月ぐらい2時間ぐらいの睡眠でやり続けたら体重が7キロ落ちたんですね。で最後の編集の締め切りの3日前に一度家に帰って、シャワー浴びて身を清めて最後の仕上げに行こうとして、その時のシャワー浴びた時に僕髪の毛長いんですけれど、この髪の毛に水を含んで後ろ向いた瞬間に肩が外れたんですね、ガコンと。で10時間ぐらいそのシャワーから上がって体が冷えたらもう目しか動かない状態になって全身麻痺になったんです。でただその編集は続けなきゃいけなかったんで医者に行けって言われたんですけれど、医者も多分治せないだろうなって、僕もダンスやってて
ブレイクダンサーなんですけれど、体の作りの専門家なんですね。体をこうやって動かすためにどのぐらいコントロールしたらっていうのの専門家なんで、その付け根のところが深く外れたことが分かったので、多分医者も触れないだろうと思ったんだけど、まあ、みんなが言うんで医者のところに行きました、整骨院に。そしたら先生ももうちょっと触れないっていうことで、ただ締め切りも来るし、もうしょうがないから鉄アレがそこにあったんで、鉄アレ握って振り回して、まあ外れた部分は入れたんだよね。で編集は終わらせたんですけれど、そのおかげでそこから先はもうその状態でさえ歩くのっていうのはこういう感じですね。もう一切体動かない状態で、で編集を終えてからもう寝込んで、で10年間ずっと悩まされ続けて、ただブレイクダンスのそういう体の動きで例えばウェーブっていって体に波が流れる動きがあるんですけれど、まあ、そういうので体をリラックスさせながらはめ込んでって直してって今があるわけですけれど、ただ一番外れたところにですね、しこりみたいなのがやっぱり残ってたんですね。でそれが10年間最後の仕上げ、まあ一応体は動きますけれど、見ては多分わからないと思うんですけど、やっぱり自分の体の中にあるしこりがあって、それを先生とお会いして、で相談したら、ほんの僕は触ってもらったの3分ぐらいだと思うんですけれど、先生は15分ぐらいはやったよって言われましたけれど、でやっていただいて、やっていただいてる時に単なるマッサージとか手を当てるっていうのと違ったわけです。そのしこりの部分を僕は触られてなかったので、あれ外れたところ触ってるなと思って、あこれ効かないのかなと。よくまああるパターンなんですけれど、なんかやってくれるって言ってで、やってもらってありがとうございましたって言いながら、まだ痛いなと思って、まあ、そんなようなことだろうと思って、で終わったんでありがとうございますって挨拶した時に気がついたのは、全部なくなってました。で、10年ぐらい僕は悩まされてきて、自分のそのダンスの技量、全ての技術使って、直そうと思ってたところ、そこがその一瞬でですね、根元のその重たかったものがですね、一瞬で消えたっていう、まあ、そういう経験をしまして、ぜひ入門させてくださいと弟子入りさせてくださいって言ったのがそういう次第です。で今日ももう駆けつけて勉強させてもらおうと思って来たということです。ありがとうございます。別に考えてやったんじゃないですね。手が勝手に行ったんですよ、はい、もうこの仕事を15年、指圧は押せば命の泉湧く母の子ね、大したかね、なぜもかに出てくるんじゃないかったね。有越徳次郎先生もう学弟子だったんですね、僕の弟が、はい、ちょうど私が留学する前後で日本指圧学校に入って、でその前後から僕は指圧をずっと、まあ、授業料を出した、見返りにですね弟に学んで、だから指圧は波越先生の孫弟子だって言ってずっと来たんですね。でところがその気の世界にたまたま入ってもう15年かななりますね。でそれは当初入る前に僕は皆さんと同じだと思うんですけど、危機っていうのはなんかこうって言うと相手が倒れるとかね、そういうふうに僕も理解してましたね、うん、ところがそういうことは一切書いてありません。これでまさにジェイさんに捧ぐなんですよこのテキストは。はい、でまあテキストに沿って大体お話したいと思うんですけど、僕はその東洋医学の治療っていうか相談を受けてもう30何年富士フイルムできちんとした、まあ、仕事をしながらですね、やはり相談を受けて本当に何百人っていう治療例があります。でその中から25ページに本当に当人が奇跡と本当に思った例を書いてあります。
で J さんのもまあ奇跡の部類に入るかもしれないし、あの浅草の飲み屋さんでね、あの宝ジェンの本当にまあ15分くらいで虫打ちがきれいに消えたとか、周りの人見たら本当にびっくりなさるんですよ、うん、それがあの古くは、新約聖書のねマタイ・マルコ、ヨハネ伝とかキリストの奇跡としていっぱい書いてあります。でお手当があの意外と少ないんですね。その治ったって手を当てて治ったっていうのはおそらく2割ぐらいじゃないでしょうかね。で今回はそれをこうちょっと入れようと思って事細かにこう仕上げたんですが、あの同じような例がその福音書にいっぱい出てきますから、ちょっとこう縦横の軸で整理しないと、あの目の見えないね、生まれつきの目くらをあのつばで土をつけてこうやって治ったとか、そういうのがどれにも出てます。ですから具体例としては多分100はないですよね。そのお手当てのはせいぜい20か30かもしれない。ただ大部分が何かっていうと、そのあなたの信仰心が病気を治したんだってキリストは言ってるんですね。要するに信じる者は治る、あの信じない人が治るんです。でさっき の, そのもう三十何年その東洋医学の、いろんなケースを見てきて、今の僕のまあ理論って言いますか、あの東洋医学の理論は気と血と動と言います。気血動、気血動とよく言います。で気というのはまさに生命エネルギー、あの最初の方に多分書いてありますね。で気が大体6割で、血っていうのは食べ物です。食べ物を食べてそれで血液になる。特にあの千島学説 の, その考え方によると、小腸で吸収されてすぐに血液の赤血球の元になる。で体を循環して、で各々 の, その情報を取ってその筋肉になったり白血球になったり赤血球になったりするという説の方がどうもこう自然に合っている感じますね。その食べ物ですらやっぱり僕の体験では3割ぐらい。それからよくウォーキングとか運動がいいって言うけど、これはまあせいぜい1ぐらいですね。でこれの典型的な例は、私の留学したその指導をしていただいたブラウン先生っていうのが、あの小錦みたいに太ってですね、で運動を一切しない、朝、研究室に入ったらもう研究生にテーマを与えたその結果聞いて、でそのそれを指示するだけ。でそれはもう世界最高の頭を使ってたんだろうと思うんですね。だから運動っていうのは世間で言うほど、あの、まあ、僕自身は重要視はしていませんね。むしろその気持ちというか、まさに気力とか、あの逃げないとか、その前向きに捉えるとか、そっちの方が多分6割か、ひょっとしたらあの7割ぐらいあるかもしれないですね。で今回はそのまさに J さんに捧ぐですから、あの聞いているのをこう考えている、私はですね A じゃなくてその実験をまずやります。で聞とは何かで、あの電磁誘導の実験っていうのが書いてありまして、これもたまたまあの今日ね思いがけずその来られた僕の英語の本当の恩師ですね、当時はその英語の他にその科学だとか医学とか東洋の哲学だとかを勉強してました。で僕はたまたまその理系の出身なんですから、科学研究会っていうのを、まあ、リーダーを務めましてね、で毎月テーマを決めて英語の他に月1回勉強して、それをみんなの前で発表する。でたまたま磁石を選んだんですね。でそれで磁石に関するいろんなその実験を調べようと思って、それで、実験をやりました。それでその実験をやったおかげで
で本当に数年前に、あ、木っていうのはこう考えればいいんだろう、この実験なかったらいまだにまだこう曖昧模糊とした考えでいると思うんですが、誘導電磁誘導の実験をやります。ここにこれはプラスチックです、カーボネートですね。こっちがアルミです。で1メーターで直径とちょうど1センチ10ミリあります。で当時英語の勉強会でやった時はこんな長いのが実は材料がなくて、あの短いのでやりましたけど、長いだとよく分かりますね。これにですね、その絵のように上から一番強い、今読むと一番強い永久磁石を、ね、上から落としてみます。でどういうことが起こるかですね。今世の中で一番強い磁石って本当に強いですね。手のひら両側にくっついたのは落ちないですね。でその時のその磁力線の感覚、これとっても大事だと思います。これが今世界で一番強い磁石なんです。でこちらにあってで中を磁力線がこう行き来してるんですね。でそれを持ってね、みんな木だっていう、例えばこうやって手をやるとなんかピリピリくる、あ、木だってよく言ったりするんです。それは当然ですよ、磁力線の間に手を通せば、あ、いたなすごく強いこの間にちょっと手を通してみて、あるいはこうくっつけると何か感じがあるじゃないですか、磁力線、強烈な磁力線みたいなのが、ね、でこれを離して、手を上からすっくりとこの間に下ろすとやっぱり何か来てるじゃないですか、ね、あの木っていうのはこれが簡単に言うと、あ、何か出てる、でこれは磁石っていうのが分かりますからね。これぐらい強い、磁石ですけど、佐藤さんに手伝ってもらいました。はい、ここでやりますね。くっつかないですよね、両方、ね、くっつくのはもう鉄ニッケルクロムに決まってますからね。でこれにこっちがプラスチック、この図からいってアルミ、上から落としてみると、答えは3つのうちの1つ、同時に落ちる、アルミが速い、プラスチックが速い、はい、でこれくっつかないものですから多くの人が同時だって言うんですよ。だけど答えそこに書いてありますけどね、テキストに、プラスチックの方がはるかに早いです。ちょっとやってみますね。どっかで見れる方がいいかな。じゃあさっさとちょっと入れてみてください。同時に。取れる。うん。どうしようか。一応分かるのは、前に見に来てもらってもいいですよ。これどうするんですか。上から落とす。あ、この中です。そうですよ。同時にね。同時に。落ちてきた。今落ちてきた。今落ちてきた。はい。そうかなり、はい、そうです。何秒っても同じです、結果は。ですか、はい、こっちの早いわ。まだ落ちてきた。あら、全然違う。全然違いますね。
ちょっと上から見てみてください。こっちがどういうふうに落ちてくるか。あれなんか落ちてる。はい。だからこれ1個入れ。後はしてますよ。はい、1個入れ。回ってんのかな。はい。何回り？どっち回り？右回り。左？あ。自転方向に違うんです。あのね、こっちも NS がありますからね。裏表ね。うん、こうやるのとね、こうやるのと違ってます。そうか、そうか。それでね、これ2つ入れるとね、落ちないんですよ。うん、ちょっとやってみてください。落ちるかもしれない。わかんない。落ちるけどゆっくりだ。ほんのすごいゆっくりですね。どうしてる？やっぱ回ってる。回ってますね。本当にすごい時間かかってる。こっちは変わんないんですか？こっちはスッと落ちてる。もうまだ回ってますね。もう落ちてこいよ。ほい、回ってます。はい、実はこれが僕が木っていうのを考えたきっかけなんですよ。だから先生と英語やってなかったら多分今日こんな話できてないと思うんで。いやそうだね。全く同じだね。はい。でこの実験は実はその英語の、塾でやったんですね。その時もどっちが早くかその時もどっちが早く落ちるかって言って、やっぱりプラスチックが早いと言ったのは本当に少数でしたね。はい。でこの実験がどっか頭にあったんでしょうね。僕ある時まあ、5、6年前ですけどね、歩きながら、あ、この管を磁石にして上から落とすのをプラスチックとアルミにしたらどうなるかとひらめいたんですよ本当に。でその時に電磁誘導という、 もう原理から、要は磁石が、周りに磁力線出して、その持っている電子に影響を及ぼすと電気ができるのね。電気ができると必ず磁石になる。だから磁石が触れた瞬間のとこだけが磁石になってるんです。したがってアルミの方が原子番号13で、自由電子というのがいっぱい、自由電子というのは要するに電気を通す性質なんですね。いっぱいあるから中で磁石になってるんですね。でだからこの管を、磁石にして上からプラスチックの玉と、アルミの玉を落としても同じ効果だろうなと思います。残念ながらこれの磁石でできたのは売ってません。売ってればもうすぐ確かめますけど、まあ、理論的に、はい、でそこまでいくと磁石をじゃあこの管をどんどん広げて、あ、地球の大きさにすればいいんだと思ったんですよ。そうするとまあ、ここに来ていらっしゃる人の中でもプラスチックみたいな人と多分アルミみたいな人いるんですね。要はせっかく自然の作用があるのに反応しない、反応できないって言った方がいいかもしれないね。それでは体の故障の人を見ると共通して硬いとか性格が頑固とかね、要は自由電子が多分少ないんでね、きっと。だからそれ以来僕は健康の尺度でその体の中 その自由電子の働きっていうを尺度にし始めたんですね。で磁石は単なるその作用の一つで、あ、自然界にはいっぱい作用あるじゃないですか。一番大きいのは多分重力で、いろいろ調べると空気の圧力でしょ、光、それから、小柴正先生の2002年 のノーベル物理学賞の、ニュートリノ天文学。ニュートリノっていうのは電子と
書くよりちっちゃいから今でもしょっちゅう来てるんですね。で皆さん共通にその当たってる等しく、ただ中でアルミみたいにそのこねられるか、あるいはプラスチックみたいに全然反応しないか、多分その今日二十何人おられる方序列がつくんだろうなって思いますね。だから私のその木っていうもう一つのアプローチが実は日本語の使われている木という表現なんですね。でそれはもう思い切ってあの4つに分類しました。要は日本語の中にその、まあ、トップにあって木の繊維だと言いますね。木の繊維だった時の木っていうのはえっつった時のあの木じゃないはず、あるいは体質の気があるとか気に入ったとか、まあ思いつくままにバッとこう書いて、それでえいつって4つに分類したんです、はい、これは多分他にこうまとめた人いなくて、で私がもともとその他の人がどう考えるか全くその意に介せず、まあ、僕は自分が分かればいいというふうに思ってるんですから、自分が分かるために木っていうのは自然界のお天気とかね、はい、を表してる、自然そのものを表してるのと、エネルギーとして見るのと、いわゆる生命エネルギーってやつと、だから心の働きとして木を捉えてるのと、あるいはこういう場の、場のなんか作用してる、そういうふうに見てるんです。でそれをたどっていくと大元はやっぱり自然の作用をその日本人の直感で木っていうふうにも言葉に置き換えて、それで使い始めて、だから言葉としてあるということはなんだかやっぱり感じ取ったはずなんですね。でそれを自然の作用というふうにだから取ったんです。そうするとその気を出すにはどうしたらいいかっていう答えがおのずから出るんですね。いっぱい来てるのをもう素直にその受け止めるに尽きるんだろうと思います。でその次がちょっとあの松本先生に来られて、あ違うな、そのあとはあの木っていうのをどう捉えたかっていうのは、僕はたまたま古神道の体験があって、古事記を読んだから祝詞がで当然キリスト教とか宗教のもの、でそれで木の概念っていうのがやっぱりあちこちに出てまして、でこの中で、まあ、詳しい話しませんけど古事記っていうのがやっぱりすごいなと思って、あの雨つき始めて開けし時高の原になれる神の皆は雨の皆かの神の神、次に、高み結びの神、神結びの神、この御柱の神は皆一人が神となりまして身を隠し玉生きっていうふうに続くんですね。でそれはその存在っていうか存在としての、まあ、中心の木っていうのがあって、それが働き手として分けたんですね。だからいいような働き手で分けて木というふうに考えればいいから、だから造花三神というのはまさに存在としての木と捉えただろうし、それから機能としての木というふうに分けて捉えた。これやっぱり僕はすごいことだと思いますね。でそういう考えで、創世記の出だし見ると、まあ、みんな一緒なんですね。要は神っていうのがあって、その光あれして光作った。でだんだん人間作って、ああこれで自分の役割終わったなって何日目に休んじゃった。で全てそうなんです。でヨハネ伝の初めに言葉ありだから、言葉がとっても大事だっていうのはやっぱりすごいことですね。ヨハネ伝のほかに日本では万葉集でね、やっぱり言霊っていうのがあるんだっていうふうに教えていってますから、そうすると言葉も木そのものなんですね。ですから後でちょっと実験しますけど、やっぱり前向きの言葉使わないと体はプラスチックになります。
でここに絵を描きましたのは西遊記の孫悟空の話が、あ、これっていうのを考えるのに一番ぴったりするんじゃないかな。要はその釈迦如来と賭けをして、で自分がそのお釈迦様 の、 その手のひらより、抜け出せればお前に天下をやる、ただし抜け出せなかったらお前これによく来てって約束するね。それで孫悟空がとも飛んでいって、もうこれぞ世の果てっていうところで、その山が5つあって、その真ん中の山に孫悟空を越えきて、まあ、ちょっと遊んだと。で、まあ、麓でおしっこしたとかね書いてありますけど、それで戻ってきて、で行ってきたと。でお釈迦様がその手のひら出して「おい嗅いでみろ」すと、ちょうど中指の方がおしっこ臭くて、で字を書いて、でこれぞまさにその色即是空の色だというふうに僕捉えてるんですけど、ね、要するに見える世界、見える世界のそのはるか大きく見えない世界があって、それを空と捉え、しかも木というふうに捉えてるんです。ですから見える世界より見えない世界いっぱい来てるから、それを十分その受け止めればいいだけの話なんですね。次に、まあ、先生来られて、ちょうど、まあ、自然体を令和先生なんて言うんだっつって、俺ももうそれこそ数年前から、で最初はディペンダント、要するに依存する、日本語で依存するんですけどね、ディペンダントが一番ふさわしいんじゃないかという話だったんですね。でこの間その英語にまた復帰して、先生あれでいいかっつったら、いやちょっと間違ってるか、インターが入るんだって。インターってのはお互い、お互いが支え合っている、あるいは作用し合っている、しかもそのお互いの中にまさに宇宙の力があるんですね。宇宙の力と自分とはそのインタラクトしているんです。だから決して自分一人じゃない、もう常に作用しているという意味で、自然体はまあインターディペンデント。ただ言葉というのは文脈の中で来ますから、自然治癒力はじゃあインターディペンダントそのヒーリングパワーと、そうではないですね。自然治癒力はナチュラルヒーリングパワーと言ってます。あるいはスポンテニアスヒーリングパワーとか言ってますから。だからナチュラルも場合によっては使います。でそうすると、まあさっきからね、要は自然界の作用と自分たちはその作用し合って、それでとにかく受け止められる方、受け止め方が上手か上手でないかで、その人 の、 まさに、ヒーリングのねパワーは違うと思いますね。はい、後でちょっとまた実験やります。でその他まあさまざまな気の現象というのがあります。国連で具体例5つ出てますが、まずヒヨコですね。これニワトリの場合で、僕がびっくりしたのは卵21個並べてあって、三菱生命研 の、 展示会でのデモでしたけど、穴を開けてるんです。それで3日目で動くんですよ、心臓が。これ面白いと思ってずっと調べていくと、39度ぐらいに温めますと、まず1日目で血液が生じます。卵の中はちょっと黄身のあたりで、2日目になるとその血管ができてくる、ね、で3日目で心臓なんですよ。最初に心臓歩きじゃなくて、最初に血液歩きなんですよ。だこれが千島学説の神髄だと思うんですね。小腸で初めに血液歩きで、今のその医学は赤血球というのはその血液細胞のもうヨレヨレのね、で核が取れての核がないというのを血液と言った。そうではないんですよ。赤血球は本当に新鮮そのものだっていうふうに捉えないと、その病気治すのに仕組みが変わってきますよね。どうして薬使っちゃいけないとかね、そういう理論とも重なってきますけど、とにかくヒヨコの場合は初めに血液できます。で3日目で心臓ができます。それが打ち出したらもう一気にって21日でヒヨコになります。
ただしこれはその有精卵だけで、そこらの安く売ってるあの卵では腐ります。違いはあの DNA が2本か1本だけの差なんです。2本だとひよこなるけど、1本だと確実に腐りますね。そうすると、あ、生命とは何かっていうのはそこらにヒントがあって、生命とは DNA2 つあることが基本じゃないですかね、きっと。2つ目はですね、それも多分その自然の作用をいっぱい受けて、で温度がたまたま39度で、そのアルミみたいにね、あるいはプラズマみたいにわーって動いてるんだと思います。45度だったら見えますからね。そこらの微妙なその自然の作用を受けるある、最適な条件ってやっぱあるんですね。2番目がその、始発の電車に皆さんがお乗りになると、決して真ん中にはいらさないと思うんですよ。まず端っこで、その次は知り合いが来たら隣、全然知らない人がいっぱいに多いですから離れますよね。まさに人は何かを出して受けてます。それはまあ気の一種でもあるんです。3つ目があの、バクスター効果と呼んでます。嘘発見器の発明者ですね、バクスター。これは、ドラセナという葉っぱがちょっと尖った観葉植物ありますね。それにどういう反応するんだって、最初熱いコーヒーかけたけど何の反応しなかった。で、なんとかその運とかね、なんかを言わしてやろうって、ライターで火つけようって思った瞬間反応した。思った瞬間、実際火つけるともうガラガラになっちゃった。で、それがきっかけで、いろんなその植物のね、反応を見ると、植物同士がやっぱりコミュニケーションしてる。お互い助け合ってる。あの、よく聞く話が、お花に水やるとき、まあいい子だね、とか言って、可愛がった言葉をかけると、綺麗な花が咲くし、このクソったりだとかね、なんかやるともう全然惨めになる。これが本当ですね。で、それの応用としては、そのモーツァルト聞かしてアルコール発酵とかね、音楽がありますよね。だから早稲田の先生で、日本の木は変化が好きだとかね、そういう研究結果もあります。要はお互い生き物同士はまさにインターディペンデント作用し合ってるんですね。だからシンクロニシティっていうのは、あのこれユングの有名な実験なんですけど、あの、眠れない女性の患者なんですかね。で、言うことあんまり聞かないお医者さんの。で、その時にたまたま夕べ夢を見た女性を話した時に、窓にポツンと虫が当たった。見たら、エジプトのフンコロガシ、スカラベですね。エジプトでは神様ですね。スカラベが来てた。で、その女性患者さん、びっくりしちゃって。で、いや、こういうことあるんだって、どん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 良くなって。あの、虫の知らせとか、この現象もあることは証明されてますから。世界史を見ても大体同じ時期に同じような発見なりね、四大文明にしても大体同じ時期なり、まあ、世界のある雰囲気があると思いますね。だから最後が羊ヤギ効果っていうふうに呼んでる現象があるんです。で、これは三十数年の、アメリカの、ね、心理学者、ちょっと画面ここではあの機会はあるんですけど、書いてないですけど、どうしてデータが来るんだってやつ。要は前向きの人がいっぱい集まって、うまくいくんじゃないかってやつと、そういうデータが出るし、そんなバカなことあるかって言うと、やっぱりデータが違う。これは僕は産協に勤めてる薬の最後の
薬の効き目は人間でやりますけど、その前にモルモットなりハツカネズミで実験しますね。ところがその実験者によって値が違うっていうんですね。やっぱり可愛がってる人にはやっぱりいいデータが出るって言うんですよ。それはもう有名な高血圧の産業のね薬がそのたまたまいい人が実験していいデータ出た。その前はダメだったんですね。それはまさに前向きの雰囲気でその、テストされるものも変わる具体例じゃないかと思いますね。これで気を出すにはどうしたらいいかという、まあ、まとめですね。12ページがこれテレビで綺麗な絵を見るっていうことで例えを出しました。要は衛星テレビですね。衛星テレビを見るにはまずアンテナを出さないことには見れません。だからアンテナも方向をうまくやらないといい部屋へ出ませんね。それからテレビそのものがよく整備されてないと綺麗な絵にはなりません。そういう現象からじゃあ気を出すにはどうしたらいいんだと。気が出てる状態っていうのはテレビ、まあ、自分の体だと思うんですけど、すごく健康でね生き生きしてるそういう状態と思えばですね、まずアンテナを出さないといけない。これはまさにやる気ですよ。自分でこう何かをやろうと思わない限りは多分絵は映りません。それから正しい方向に向ける、それはやっぱり集中力じゃないですかね。このいわゆる何て言うか粘るとかね、あるいは判断力かもしれない。それから装置がよく整備されている、これはもう端的に言うと体が柔らかいことを意味します。体も頭も多分きれいな絵が出る。だからソフトが適切に機能するっていうことは、まあ、心の状態が非常に、リラックスしていることだと思いますね。それから適当に使わないとやっぱり劣れるっていう性質があるから、だから割としょっちゅうこう何かやるんですね。で僕はもう三十何年そのお手当てやってきますから、手自身は赤ちゃんみたいに柔らかいです。そうしないと分かんないんですよね。例えばジェイさん その故障の部分考えたってダメですからね。もうOKです。それは今の原理をきちっと練習されれば誰でも可能だと思います。でその次のページは何が一番大事かということですけど、自然の作用を木として全部受け止めます。それで60兆の細胞で練り直してこう出します。ちょうどテレビの仕事よく似てると思うんですけど、テレビってのはしょっちゅうその反送波っていうか信号をね乗せて、音の信号だとか絵の信号とか乗せてそれで映ってますね。人の場合にも例えば36度の人は遠赤外線出してます。あるいは活発な人はバイオ磁気っていう磁力線まで出してます。それ出してるのにやっぱり自分のある考えを乗せてるんですね。でいっぱい受けるために実は自然体っていう概念をここで入れたいと思うんですけど、一番大きな作用は重力であると。から重力の受信センサーが接骨である。これも一部しかちょっと認められてないと思いますが、これはどうしてそういう意味かというと、人間の赤ちゃんが生まれて歩くのに1年かかりますでしょ。でどうして1年かかるんだって、これは生まれてくるときは実は仙骨っていうのは5つありまして、5つが、5段ですね。5段で4個ずつできてますから、全部で20個のちっちゃい骨の集まりなんですね。
尾てい骨の上、尾てい骨は一つか二つ、その上にこういう、こういう形。これがあのちゃんと固まってくるから歩けるんですね。でそれはもう非常によく調べられてまして、生まれてくるときはあの他の産道を通りますから細くね、あのバラバラにはなってないんですけど、つながりが緩いんですね。それで、まあ、抱っこすることによって多分固まる。その抱っことか声をかけるっていうのがとっても大事だと思うんですけど、それはもう狼少女の話がありますよね。あの幼くして狼に育てられた。でインドでその見つかった時は二人ともね歩けなかった。そうすると歩くっていうのは本能じゃないですね、きっと。やっぱり抱っこするなり何か刺激与えないと人間ならない。それで歩いてのがその仙骨が固まった時と見るとちょうどあのテレビの衛星テレビのアンテナみたいになったんですね。でそこに、重力センサーの成果の一点で出します。初めて、はい、成果の一点、へそ下の一点なんですね。でこれは私 の, その合気道の先生の東平浩一先生が名付けられました。あの力道山が戦わずしてもう勝てないと言った人ですね。今合気道自由団86で、若い頃無理してあの背骨をちょっと折っちゃって今車椅子ですけど、合気道だけはまだ誰にも勝てないんですかね。触らずに気を封じるとか。でその成果の一点っていうのはちょうど尾てい骨の真正面です。要は仙骨を、電波の重力波のでは、ね、アンテナと考えるとこういって戻る道がちょうど尾底骨の真ん前になるんですよ。でそれを成果の一点っていう代わりに正中心と称した、飛田先生というのはこの人も大変な名医で、あのやっぱり健康のもとがその正中心であるね、尾てい骨のまんまへよって言い切った人ですね。それから体の中心とした人はあのメルボルンオリンピックの、レスリングの笹原正道さんです。この方はあの秋田の高校の出身ですが、高校の先生が剣道の時はその体の中心はここだって言うんです。尾てい骨の真ん前ですね。これに一点があることを覚えろと。それで剣道でそれをやり、でレスリングに変わった時も常にあの柔らかいマットの上でも自分の中心はここなんだ。尾てい骨の真正面なんだということを教わったんですよ。ですから、せっかくね今日来ていただいて、僕が合気道の東平浩一先生から教わったのをそのままお伝えすると、人の中心はへそ下の一点で、先生はその決まった点じゃないっつって、それでどこですか、手でやってくれた、手でやったって分かんねえんだっていうふうにおっしゃって、ちょっとあのこんにゃくものみたいなんですけどね、誰か印つけよ、ここが一点ですかって言ったら違うって、ね、それは違うはずです。今は僕は分かりません。要は尾てい骨の真正面ですから、それはあの姿勢で常に変わるじゃないですか。だって仙骨の形に変わるわけだから、変わってもその、重力波をいただいての、反射視点の焦点ですから必ずあるんですね。で分からない時は、まあ、手をこう、手をそこに置けっていう言うんですね。じゃあその自然の立ち方ですね、一挙に
ページかな、22ページに行きます。要は自然の作用を一番無理なく受ける立つ姿勢が実は22ページのその図の通りなんです。これはちょっと実験しますね。ちょうど笹生さんいらっしゃるから、笹生さんの今までの立ち方でちょっと立ってみてくださいね。それでこの通りにやると何が、よく見てるとよくわかると思いますけど、こっち見て、あ、なんかズロよりだって。確認はですね、前後は皆さんこう用意するから横へ来てね、こうやって押すんですね。まあこれでフラフラするようだと実はこうなってないです。じゃあ22ページのね図の通りちょっとやってみてくださいね。いいですか。頭のてっぺんが、椎間の一点っていうか尾脊骨の真ん前と、で両足を揃えて、肩幅でいいですからね。両足先端のちょうど真ん中に来て。る姿勢いいですか。それで全体をゆったりと、これでいいと思いますよ。あ、これでよくやりますね。全然違うんですよこれ。お隣同士でちょっとやってみてください。前後ろだと割と構えるんですけど、横だと無防備ですから、割と力入れないのお大丈夫でやってみてください。一人の方は私がちょっと確認します。横で安定が自然だ。くくっちゅうよりちょっと肩に手を当て、優しくね、優しくこうやって、まだね力が入ってますね。88度ぐらいじゃないですかね。少し90度じゃなくてちょっと前に倒れるくらいの感じ。あ、とってもいいですよ。あ、そうか、これが自然だ。かかとはね、上がらないはずですね。上がらない。僕が話してる時は少し前傾いでしょ、ね、これは実は靴の、ね、靴ね、これスイス製で3万800円します。履くだけで自然体になる。ちょっとお見せしましょう。ここの靴なんですね。ものすごく不安定ですよ、一見。はい。だけどね、履くと自然にこうなるようにね、なりますからね。こうなるでしょ。そこら横やられても全然できないですか。やっぱりかかとが大きい方がいいわ。別に決まらなくても。この靴は麻布店しか売ってません、東京で。中野橋の。あとでご興味ある方は名刺を差し上げますから。麻布店、中野橋の。ウォーキングスタジオ麻布って女性はあります。あ、決してね僕には高いと思いません。だって普段もこう歩きが自然体になってるじゃないですか。あとで名刺差し上げ、それじゃですね、せっかくですから歩きですね、自然の歩き
立ち方ができれば、あとはこの応用ですから、まあ、せっかくですから、じゃあちょっと、そうですね、歩きの確認法は、遮断器の作用ですね、ちょっと歩いてみて、これで止められるようだったら、これはプラスチックになる。要は自然の作用をせっかくあるのに受けてないです。僕はだって気を出して止めてるんだから前に行っていいんだ、コツがそこに書いてある、まあ、2通りあって、はい、それをどれでもいいと思います。じゃあお名前だとしますか。川田さん。じゃあ川田さんに3つともやってもらいますね。じゃあ僕は右手がいいから向こうからちょっと歩いてみます。まずね、上から吊り下げられてる。で、上から吊り下げられるって自然の作用を僕ら受けてきたから、自分からは何をしなくても、まさにインターディペンデントですから、上に依存してる。そうすると頭がちょっと先ね、お前歩かしてあげるなんですよ。歩かしていただいてる感じで、上から糸一本で吊り下げられてる感じで来てみてください。そんな感じないですよ。いきますよ、これ。もっとね、手もせっかくあるんですから。手を使ってください。特に小指がないですね。はいはいはい。まあ、ほとんど大丈夫ですよ。大丈夫。このグーです。じゃあ川田さん、今度はね、さっきせっかくほら正義が一点でなかったわけですから、尾低骨の真ん前、ちょっと恥骨の上ぐらいですね、ここにね、僕はね、どんぐりがあるっつって、どんぐりがね回ってるって言ったりね、あるいはゴマが一個ついてある、そいつが自分を動かしていくっていうふうに考えて、もう上からも忘れて、これがこれがない。これ。それいいです。同じです。すごいです。止まる。三つ目はですね、気を送るっていう考えがあって、気を送るはどっか目印ですね。なんか黒いのないですか。まあ、ここにつけましょうか。これに向かってひたすら来てみてください。まさに気が出てるんですよ。あ、そうそうそう。これ止まんないですよ。こんな簡単なんですよ。これで今日の参加にやってきたんですね。僕はもう極端にね、どんな故障もね、歩いて直せるって言ってます。どんな故障。だってそうでしょ、自分が動いてて自然体だと、歩みよりもっと、ね、中が動いてる、動いてて血液流れてるのに自然の作用がいっぱい来るわけですから、良くなるに決まってるじゃないですか。だから自然体って本当に大事。どうしてその自然体を英語で何て言うかっていう、わざわざね、わざわざ聞いたのも、自然体が最高に気が出てる状態だからですよ。じゃあさっき言ったのの磁石とでね、自然の作用がいっぱい来てる。いっぱい来てたらそれを受け止めて、中でやっぱり練り上げないと作用として現れないですよね。じゃあいよいよJさんに治療法の極意をお話しします。治療法の今のその自然の立ち方が歩きが分かると、要は成果の一点っていうのが全てのその作用の出発点であるというふうに理解されると、これを使うといいですね。そうですね、
あとは読んでくださいね、この自然体で座るとか、自然体で持つとか、あの持つのも自分で持つんじゃないですね。さっきから本当に何回も言ってますね。木というのは自然界の大きな細胞なんだから、それの助けをもらえばいいわけね。それで四国88箇所を巡るお遍路さんの助けに同行二人って書いてあるんです。これまさに気の原理を言ってまして、あなたは一人で歩いてるけど決して一人じゃないんだと、弘法大師さんがね、一緒についてるんだっていうのが同行二人。だから同行二人の原理をいただけばね、誰かが一緒に持ってくれてるととても楽になるはず。あ、そうですね、あの治療後行く前に言葉の大事さを、24ページですね、これは万物の霊と同体になる方法なんですね。これ実はあの古神道の祝詞の中にありまして、 あこういうことなんだ、一切成就清めの乗り事、すべての願いが叶うよっていうふうに実は出てまして、ああこれはあこういうふうにやればいいんだと。でキーワードがありまして、あのきれいっていうキーワードですね。まさに清しとかね、赤きとかいう、でその元になるのが実は言葉で、その絵を描きましたけど見えてる部分が体なんですが、おそらく9割以上は心の作用で、心の作用に及ぼすのが、まあ、ヨハネ伝もそうなんですけど実は言葉であると。で声を出して、実際に言葉の作用っていうのを確かめてみましょう。で僕はその昨日学校に入った時に戸江先生に教わった方法です。これ折れない腕の方法というのがございまして、気が出てる腕は絶対に曲がりません。気が出てれば、出てないと簡単に曲がります。ではちょっと確認しましょうかね。まずですね、指からね、水がピーッ出て富士山まで行ってるイメージしてみてください、そうすると体通して気が出ますから絶対に曲がりません。気が出てるって言葉で返してみてください。気が出てる。あ、いい。じゃあね、気が出てないって言葉ですよ。気が出てない。簡単に曲がるんですよ。もう、ちょっとこっち側に行きましょうね。あ、こっち。はい。気が出てる。気が出てる。気が出てる。まあ、じゃあさっさとやって。テスト、僕だとほら。インチキ、インチキ。こっち側でね。はい、あ、気が出てる。見上げないですか。ここに。で、これで。はい。気が出てる。あ、ごめん、全然。あ、一人も気が出てないし。気が出てない。本当は。でしょ。ここいくつかありますよね。なんで。で、さっさ、さっさ、師匠からね。じゃあ、さっさやろうか。こっち側かな、右手で返す。一歩しいくつだっけ、58 まだ58、まだ58でしょ、もう58、もう58止まりますたったこれだけ
まだまだいくつかあるボーリングテストやればできる。やればできる。やったってダメだ。これね、言葉の威力を見る本当にね簡単な方なんですね。さっきのここの図に書きましたように、言葉がいかに大事か。だからどうせやるならね、うまくいくように言葉でカバーして、あの思いより発した言葉がその包むというふうに言われています。自分じゃ悲しいなと思ってもなんとかなるとか、それでカバーしてあげなさい。そうするとそのアルミどころかプラチナみたいな働きになる。じゃあここまでありまして、25ページから木の両方の具体例、まさに J さんに捧ぐで、できるようにしますね。そのためにはですね、具体例が3つありまして、たった30分 の、 まずお手当てで、10年来治らなかった喘息が治りました。これ現実なんです。富士フィルムの、ある課長ですね、海外関係の。いや、僕も不思議だったですけど、初めてのケース。それから、1時間のお手当てで15年間その腰痛苦しんだのが本当に治りました。だからもっと劇的なのは20年間、股関節なんとかって、右足股関節痛で、お医者さんにレントゲン写真撮ってもらって、ここがちょっと削れてるからあなた一生ダメだって来られた方が治ったケースで、それを具体的にお伝えします。まずですね、気が出る指、気が出る手にしないと。でそのためには割と柔らかくね、手を。自分で気の出る指を作る。指をしなやかにする方法で、手首や指を柔らかくしておくんですね。僕がよくやるのは割と早く振ることなんですね。力抜かない。さっき立ち方も同じなんですけど、最高の気が出てる姿、実はありがとうございますって合唱した姿なんですよ。じゃあ、ジェイさんちょっとやってもらいましょうね。合唱した姿は、なってません。頭のてっぺんとこれとか地球に行っちゃうんですよ、ね、この姿は絶対倒れないですよ、はい、もっともっと楽にされて合わせるだけ細胞の不死鳥が丸く自由だからふーっとやっちゃう。本当にも合わせるだけ
一言ありがとうございます。完璧、あ、ちょっと違うかな、今世界95ぐらいですね、ちょっと 5% がね、力入ってる力入ってる。磁石の実験からもそうなんですけど、要は自然のいっぱいいろんな作用がね、まあ、ニュートリオンも来てるし、から空気なんですよ、全部感じ取るためにはとにかく力抜くしかない。まさにピノキオが糸一本で立ってるような感じなんですね。上から吊り下げられて、いいじゃないですかね、これでいいじゃないですかね。であと、お手当ての手は自然の作用の方がはるかに強いですから、全然動きません。引っ張っても引っ張って動くようだとあの引っ張って動くようだと、まだその自然の作用が十分作用してない、 自力なんてますね。自力じゃないですね、他力です。本当に自然に任せる、だから力を抜いて、あ、それこそさっきの弘法大師が持ってくれてるイメージで、自分じゃなくて持ってもらってる。あ、いいですよ、とってもいいですよ。あ、そうすると動かない、こっちも大丈夫、もうすぐですから、もう持っても誰かに持っても自然の力に持ってもいいですか。あ、いいですよ、これよいしょ、あちょっといいですね、いきますね、本当に、ね、本当にほっとくんですよ、本当に本当に誰かに、ね、持ってもらって、誰か自然の大きな力に持ってもらってるんですよ。ですか。クルナっていう、そうですね、クルナで触られたらね、その一点にね、全部ね吸い込んだりですね、ここに見ていこう、ここにちっちゃい壺があると思うんですね、そこに放り込む、触られた瞬間そうすると全身で受けるんです。あ、素晴らしい、ここに入れるんです。あ、いいですね。あ、ジェイさんありがとうございました。これができれば、自分の腰を自分で倒せますね。なんかございますかね、具体で。喘息なんですか。ああ。喘息は自分で何か具体的に書いてますね、ここにね。自分で喘息を治す方は26ページ。まあ、故障の大部分が、実は肩と首と肩甲骨の間の硬さに原因がありますね。じゃあちょっとここへ来てみてください。あ、多分ね、立ち方歩きがね、綺麗すぎると思いますよそれじゃない立ち方歩きがね、不自然。いいですか、じゃあ向こうへちょっと歩いてみてください。あ、これは歩きが原因ですね、これ。ちょっともう一回ね、はい、姿勢がとってもいいでしょ、うん、一見いいのが間違い
ね、実は姿勢、人が最初に立った姿はお猿さんなんですよ。最初に立った姿ね、最初に立った姿はこうじゃないですか。でそのうちその胸開け、背筋伸ばして胸開けになったじゃないですか。あれもう完全間違いですよ。ね、それはね、喘息の元に原因、これね、開きすぎですか。猫背じゃないんですね。猫背じゃなくて、これがスーッとしてる。肩の形は、さっきジェイさんに見ましたけど、一緒の姿ですね。形が。あるいは、柏で打つ時の一番いい音が出る。これが来ると多分、緩やかな円で力抜いてて、パッと。この肩の形ですよ。手を下ろすと、手は真横じゃなくて前に自然で、それはだって四つ足の時代があって、肩っていうのは丸くて、それでお猿さんの時代に通って生きてるわけだから、これが自然体じゃないか。これだと猫でだけど、これでゆったりと全体に出る姿だから、神田さんの要するに喘息の原因、これも本当に立ち姿不自然だからね。もうちょっともっとゆっくりして、まず立ち姿ですね。頭のてっぺんと両足先端の真ん中が地球に向かって、こんな感じですよね。で、肩がちょっと前に、それで全身の力がゆっくり上から引っ張られてる感じで、頭がですか。これでいいですよ。これが自然だよ。だけど今まではこうだから、ここがものすごく張ってますよ。もうね、凝りに凝って肩こりするでしょ。軽い感じがないね。すごいね、これ。長年悩まされてるもんですから、慢性になっちゃう。僕のね、書いてる通りです。はい。まず、ここを柔らかくする。ここを柔らかくする。特に、肩甲骨の下って、血液の束来てますから。柔らかくする。自分でよくするにはですね、これはね、ここに書いてある通りですね。気が出てる指にしまうでしょ。うちね、ありがとう。これでまずね、どっちかでいいですからね。あとどうするんだって。ありがとうございます。神田さんはね、まずね、上半身、ここを柔らかくしないと、喘息は消えませんね。さっきこれでしょ。肩こり取る方法は、これで持って置いただけで、疲れるからこれで支えて。それで、テキスト書いてありますけど、指から光がビューってきてるイメージ。はい、で光がずっと来てるイメージされると、光が実っていうか木っていうのはこの場合は遠赤外線ですよね。
がずっと続けてる、生き続けてるわけですから、手はね、上がらないんですよ。手はね、上に行かない、離れない。離れるようだと、自分の力で。まあ、もう簡単にですね、自分で力を入れて押してみてください。簡単に離れますよ、これ。力でやると。力でやると。押さえる。もう置くだけ。置いて光がいっぱい出るイメージ。あ、いいじゃないですかね。喘息の人は、このここの両肩の柔らかさね、それは本当に手を当てるだけでいいです。さっきの柔らかくして、光がいってるっていうのを自分で思うんですね。で、その後ね、ポイントがあるんですね。ここの喉元を切るね。喘息のポイントは。ここに、人差し指でもいいし、自分で一番力が入らない、置くだけ。人差し指ですかね、中指だとちょっと力みますね。人差し指でね、この三角形くぼんだところにね、光がピーっていってるふうにイメージするの、はい、でそうすると血液の流れが感じるようになります。もう僕なんかこうやっただけで分かりますけど、初めの頃は10秒ぐらい、あるいはずっと30秒ぐらい、あ、どんな感じかなってると、指でドクドクドクっていうのが感じられるようになりますね。せっかくですから指を使う。喘息の治療はここの柔らかさと、ここのこのこの三角形、そうです、ここに指をそっと当てて、要するに気を入れるって言いますけど、それから具体例が出てるのは腰痛ですね。腰痛が意外とその治らない人多いんですけど、腰痛は基本的に仙骨の硬さ、基本は人間がね、二本足で立つ要素ですから、絵がどっか出てますね。29ページの絵を見てください。これは立っても多分できますね。要は手を振る、柔らかくして、それで両手を尾底骨にサッと持ってきますね。こんな感じで、それで仙骨っていうのはこういう三角形の骨の周りに骨で一番大きい腸骨っていうのがカッカッと、でここの間を柔らかくしてあげれば膝痛とかね、腰痛も消えますから。だから座って椅子でもいいと思いますけど、この足、手を当てたままね、足の方向、自分の膝の方向にこう倒して戻して、また逆に戻して、でこうで、その時に上から引っ張られる感じで、はい、自然の作用を受けるわけですから。で、まあ気持ちよくなるまでやられると腰痛は絶対治ります。あとは便秘胃もたれの解消方法。
30ページ出てますね。これポイントは、ね、溝落ちです。溝落ち、溝落ちは神道のあれではフルデーって言いますね。フルデーゆらゆらとフルデーフルデー、こういつも柔らかくしとけ。僕なんかがんの患者さんとかでます、間違いこちこちですね。溝落ちを柔らかくしろがこれ健康の基本、はい、それはいろんなものだと思いますけど、さっきの気が出る指にしておいて、はい、でそのままゆったりと、このままゆったりとこう書いて、あとはそこの図書いてあるのの字ですね。ここを出発点としてだいたい10箇所、1箇所、そうですね、1箇所30秒で、10箇所で300秒だから5分、これは寝てやられたらお腹がくる動き出しますね。これが実は便秘の治し方、胃もたれの共通。どっち向きでのなんですか。え、どっち向きでのの字がいるんですか。先生のあ、こうのこの字、ちょうど消化する順番、胃から行って下へ行って盲腸の横と、胃へ、はい、上行結腸で上に行って横に行って直腸がね、のの字、最後は目ですかね。目の疲れとか視力を回復するにはどうしたらいいか、全て行数なんですが、血液の流れを良くするだけなんですね。そのためにその気を送るっていう方法を取ってるだけです。決して力を入れない、本当に当てるだけ、もう手に任せればいいです。でポイントがここにあって、目のくぼみ、あと残さずに殺せるっていう場所ですね。これは疲れを取る急所でない、両手でもいいと思います。あと目の場合はちょっと実際にお見せしますけど、眉毛、両手でやるといいですね。最低10秒ぐらい置かれると血液の流れが分かると思いますね。長い人1分ぐらい。眉毛、それからその次が眉毛の下のくぼみ、親指、横線ですけど、眼球が入ってる骨の端っこです。これ手は指上げる。四つ目が手のひら全体で目を。五つ目が下の眼球のちょっと骨の端っこ。あと最後に33ページですけど、
みたいな絵が描いてそう描いたつもりなんですけど、あの僕が普段あの治療をどう考えてるかですね、あの自分のが絶対だとは思ってないんです。要は群毛像を表すとか群毛像を撫でるとか、要はその触ったところでは像というのはこういうもんだとかね、尻尾みたいなやつがあれだって、あの足のね太いものだと、あの世の中の治療法ってそういうもんだというふうに思ってます。はい、ですからこれこそ最高って、まあ、信じたらそれをやればいいんですが、僕自身はこういう見方をしてまして、世の中に絶対というのはまさに絶対なくて、その人は像のどこを見てるんだっていうふうに見方をしてますね。ただ基本は、気の療法というのは気そのものがその自然の大きな作業ですから、それを受けて、で受けるには硬くなったら受けにくいですよね、やっぱりプラスチックになって。だから全身そのゆったりする、したがって立ち方がとっても大事、歩き方がとっても大事で、それをいっぱい受ければ皆さんアルミ以上の体になるというふうに思ってます。まあ一連の広告今日のまあ1時間40分ぐらいになりますかね、磁石の実験から木というのはこう捉えたらいいんじゃなかろうか、でそれを使うには自分自身がやっぱり柔らかくなってないと、で普段歩いたりね走ったりするわけですから、そういう動きの中で自然のその作用をいっぱい受けるようにしていただくヒントを今日はお伝えできたというふうに思っています。質問ありましたら本当に何でも時間の許す限りお答えしたいと思います。何かぐらい、神田さん。知らない。こんなに知らなく聞いるような気の方法はないですか。あのね、気のフェイシャルエステっていうのをやってるんですね。それはさっきのあの気が出る指にしますよね。それでねマッサージしてますよ、あの気の研究会の女性たちは。あのだから頭の髪の毛が生える方法も共通です。あの気が出る指にしておいて、でさすがに私は違いあのさっきせっかくほら日が出る指っていうのはあの何ページですかね、具体的やり方は16ページかな、あ16ページに指回しでもいいし、その固いポーズじゃんけんしてもいいし、で柔らかくしといて一言ありがとうっていう、ね、手をしてそれでこうやられた。あの最近 NHK なんかでもねシワ取る方法って出てますね、こう引っ張るとか。だけど基本やっぱり気が出てる指にすることがポイントだと思いますね。はい、質問です。はい、人間の体っていうのはですね、あの頭が重いんですよね。あの10キロくらいの頭があって、はい、見ると不自然なわけですね。その頭を狂わすのが僕とあの顎じゃないかなって、ちょっと顎の勉強やってるんですよ。で顎のズレによって多少先ほど正しい立ち方あるけども、意識すると立てますけども、普段の時は顎がズレてますので、どうしても頭こう右に寄ったり左に寄ったりしますので、重心が中心線にないためにいろいろ疲れたり、先ほど肩こり、彼女では肩こりが出たり腰痛が出たり、先ほど先生言われたら気が入ってこないとかですね、例えば上下の噛み合わせというのは、噛みと合わせるということで、手と口とも合わせるので、こう、正しい位置があるわけです。そのために歯がこう、凹凸がありますよね。そのためにその凹凸にきっと合わなきゃまずいんですね。それをただただ、今、いろいろ歯医者さんでいろいろ、なんか、いろいろ変なプラスチックかばしてやってるんですけどね、そうじゃなくて、本当にこう正しい位置があって、それと先生言われたように、こう重心線が真っ直ぐになると、体も良くなるし、気も良くなるし、そうですね。全てがこう
血液の循環も良くなるんじゃないかなと思いますけども、はい、今の医学って健康の話に聞きに行きますけども、歯のことは誰も言ってくれないんでね、はい、多少あの歯並びもとっても大事だし、顎もね、はいはい、でその歯のことはちょっとどうですか、先生の方はどのくらいになるんですか。ね、大事さと言いますか、あの基本はほら細胞60兆がおのおの役割を果たすってことに尽きると思うんです。そのために力みがあってはもう本当にどこもね間違いだと思うんですね。だから顎も多分一番力みのない動きがあのいわゆる自然体だというふうに思うんです。そうですね。あの顎は普通口閉じた時は顎は歯を払って噛んでないわけです、はい、ところが噛んでないんですけども、下が上顎の髭部の方へこう、はい、ちょっとそれで精神が落ち着くらしいです、はい、で口を開けるとどうしても精神が下が上顎の方へこう行かないもんですから、はい、精神がこう揺れてきて不安になってくるらしいですね。ところが今の若い人たちは口がちょっとこう開いてポコッと開いてる方がいるんですけども、そういう方たちはやっぱりこう精神的にこうなんか不安になってくるらしいですね。でそういうところもありますけども、今歯のことはあんまりね医学的に言ってないし、歯科の先生はもっと分かんないんですけどね、ただただ歯を削ってるだけなんでね、はい、でその辺はね今の確かかとかそれも全部絡んでるから、ね、本当に人間としてちゃんと立つ自然体で立ち歩くっていうのが基本的にあって、でそれで歯とか顎とかもここが修正されるんじゃないかと思いますね。それで今日説明しようと思ったんですが、指がね、指がどうして大事かっていうのは僕は自分の体験があるんですよ。45の時ですね、最初に河口湖マラソンにチャレンジして、それで市民マラソンランナーのその目標っていうのが3時間切ることなんです。サブスリー、サブスリーって言うんですけど、で僕はね第1回でも切れると思いましたね、調子よくて。ところがその日は朝から小雨 で28キロぐらいですかね、もうそのお食水の方が我慢できなくて止まって、それで終わって歩こうとしたら一歩も歩けなかった体験なんですよ、はい、でこれはやっぱりその、神様が教えてくれたと思うんですけど、その時に僕はどうして歩けないんだろうというふうに体であっちこっち観察した時に、このままなんですね、指が開かない、こうなってかじかんだまま、どうしたかっていうとしょうがないからこんなふうに肘で体をこう倒しながら、それで焚き火でその手をこう炙って、で動いたら足が動いたって経験。だからそれを再現しようと思ったら多分冷凍庫に指入れてカチカチにされたら多分歩けない。その話をね、その冬山に登った人にお話すと、実はそうなんだ、手がかじかんでくると歩きがちょっと苦しくなる。人間ってやっぱり指を使う、手よりね指を使う生き物だというふうに思いますね。それはカナダ のノーベル賞をもらったね、ペンフィールっていう先生が転換の手術の時にそのズレズレ開けますでしょ、それで電気針刺して脳のどういうとこが作用してるんだって、手がもう大部分なんですね、指が。だから今日お伝えしたかったのは成果の一点ってやつと指の柔らかさ、それから3つ目が正しく歩くで、言い切ったように感じしますね。他にございますか。今日ちょっと偶然インターネットで見つけて初めて伺ったんで、はい、先生のその今までの過去のお話とかって私全然予備知識はなしで、はい、全く初めて聞きました。ですからすごく一般論的な質問になっちゃうんですけども、自然界の作用を、人間がすごく強く受けてるっていうお話で、重力の話とそれから
時期の話がありましたけども、光というのはどうなんでしょうか。NHK で骨がね、光がないとビタミン D ができずに骨ができないという話、やはり具体的ですよね。だから光とっても大事だと思います。で今はね、僕は重力よりね、昨日その、理論はニュートリノだと思ってます。ニュートリノがいっぱい受けて、ニュートリノゼロ点エネルギー理論っていうのをたまたま僕の千島学説研究会 の仲間の人が理論付けてるんですけど、要は台風の目の理論なんでね。台風の目はさっき言った一点だと思いますね。重力を受けて全て、要はゼロなんだけどものすごいエネルギーのバランス、ニュートリノがポイントだろうと思いますね。それに関連してあれですか、はい、水についてちょっとお伝えしたいんですけど、はい、人間の体は水ほとんど 60% くらい水であります、ね、植物によりますと 90% 水だ、はい、その水というのはその今先生言われたニュートリノを取るために人間の体は水があるんじゃないか、それで寝ることによってニュートリノを宇宙から取って、それで朝起きるとは 植物でも魚でも朝取った植物は腐らないらしいんです、新鮮らしいんです。魚もそうらしいんです。夜型取る魚とか野菜はなんか早く腐るらしいんです。それはその水の研究やってる方が言ったんですけども、その水はそのよくバッテ車のバッテリーありますね、あれも必ず水がないとそのバッテリーが発電しないと、それと同じで人間の体も水があって、そのニュートリノ先生が言ったニュートリノを取ってるんじゃないかなと。そのためね、神岡自然ってあそこで水が、はい、こんなに水が入ったタンクで、そうですね、ニュートリノはあれ証明しましたですね、はい、それと同じ人間の体もそうじゃないかなと言ってます。あ、僕もね同じように思ってましてね、その水もね、特にね遺伝子のその DNA の、ATCG というねペアで分けてるんですが、その間にね水が入ってるというふうに思ってるんですよ、それはノーベル賞のねその実験結果ではちょっと液体でやってないんですから証明されてないんですけど、どうもあの間に水があって、そこが自然のね作用を受けるね作用してんじゃないかなって、全ての記憶が水の中に組み込まれてるって話なんですけど、思いますね、ちょっと小さい、千島学説についてちょっと始めたら多い。ああ、千島学説は岐阜大学の生物学の先生であった千島喜久夫先生という方が来られましてね、その方が顕微鏡観察を主にされて、その生きてるっていうのはどういうことだっていうのが基本にあるんですね。それで、いろんなその、法則っていうか千島理論の第一代とかあるんですが、簡単に2つだけ申し上げますね。1つは血液は小腸でできる。で、一般の医学は血液は骨髄でできる。で、骨髄移植とかやります。だから千島学説の、赤血球、血液の元は小腸だよという基本的考えね。これは僕は本当にね、合いますね、その自然のね。なぜかってね、小腸の役割、小腸はがんに絶対なりませんね。なぜですかね。大腸があるよ、小腸がん聞いたことないでしょ。だからもう一つは断食の例なんかによく言うんで、どうして断食できると血液きれいになるんだっていうのが絡んでるんですけど、千葉先生の観察は小腸から吸収された、血液のもと、ソマチットという意味を呼んでますけどね、でそれが体回ってる間に体のそれぞれ必要なところに変わる。筋肉になるものもあるし、肝臓という組織になるものもあるし、あるいは白血球になったりのものもある、あるいはがんに変わるやつもある。でそれはその行ったきりじゃなくて常にまさにインターなんですね。やっ
取ったりやったりしてるから、じゃあ断食やるとその余分なやつが血液に戻ってくるって、その2つを覚えておられたらいいんじゃないでしょうかね。あと第8話であっていろいろありますけどね、細菌からじゃなくてなんか汚れから出るんだとか、その2つがポイントだと思います。そうすると余計そのさっき言った胃の調子で超柔らかくせる、あの、のの字がとってもいいますよね。から食べ物で、食べ物が即血液の元になるから、日本人にとってやっぱり肉食は合わない、日本人にとってね。だから食べ物が大事。そうは言っても3割ぐらいじゃなかろうかと。やっぱり気力ないし前向きのなんとか、全体に気をいただく自然の。あ、どうぞ。よくチャクラって言われるチャクラより下ですね。左に、胃椎骨の真正面だと思いますよ。それは仙骨の形から、もし電波みたいなの来て反射するとしたら前の方に焦点があるはず。チャクラが同じかどうか分かんないって、僕はヨガのあんまり詳しくないから、あれは同じかもしれないね。同じかもしれない。ここがいいのところでヘビみたいな。はい、ヘビ。これが螺旋状に動いてる。はい、はい、はい。この前、ちょうど3月29日でね、あれで、バテちゃって、その後、苦行したのが、急に血便が出ましてね、これはやばいっていうので、急遽、春日井で病院に入ってね、腸の検査をしまった。初めてですよね。女房から言わせると、まあ、大腸のボツボツね、一定の年取ったらもうそれがあるからって言って、検査を受けていてね、結果はもうすぐ分かるんですけどね、これがもし何かがあればちょっとやばいなというのと、それでやっぱりこの疲労が随分ありましたので、で随分喉とか鼻とか目とかね、全体に来てましたね。そこでちょっとしばらく家でじっとしろって女房からね、出られないぞって言われて、今日はどうしてもね、来るんかって言っても殴られたらね、ちょっと浜岡先生に気を、いや、むしろ自然体で歩く、動いた方がいいですよ、うん、その方が自然のね、左右いっぱい受けますから。それ一つね、さっき私が最初に言って、自然体とはディペンダンスって、インターディペンダンスとか、私もコロコロ変わるんですね。で今日話してまだちょっと話が変わったのはね、浜岡さんの治療法っていうのはナチュラルヒーリングもそうだけども、スポンテニアスヒーリングに近いんじゃないかなという感じもしたんですよ、はい、スポンテニアスジェネレーションって自然発生とかね、自然発火とか、それも近いかなというのはちょっと考えてたんですよね。はい、がんが治る過程で、うん、その薬をとにかく使わないでいつの間にか消えるという現象があるんですね、うん、それを日本語では自然寛解って訳してるんですよ、医学用語で、自然は自然ですね、寛はね、寛容の寛、あの人は寛容だとか、はい、解は徳、寛解、はい、がん細胞を消える、でそれは英語がスポンテニアスレミッションなんですよ。レミッション、レミッション、はい、スポンテニアスレミッションなんですよ、癌細胞が消える現象ですね、はい、どっちが近いですかね。ナチュラルというのは自然という意味と、もう一つ自分の中で、ね、自らというのとおのずから違いますよね。自らそうなるとナチュラルだけど、おのずからっていう、あんたの体をずっとそのまま持ってきた、俺が教えたんじゃないぞと、お前が自分で直したんだよと、例えばスポンティニアスに近いですよね。それに近いような感じしましたね、はい、しょっちゅう私もコロコロ変わりますけど、まあ名キャッチャーですから一つ勉強ください、はい、まだ英語版だけが日本語に訳されてないね、ハーワード大学の、ね、医学部の先生なんですけどね、
あのスポンテニアスヒーリングって、これが自然治癒力自然治癒力なんですだと思いますね、はい、いいですか、はい、あの実はあの6月にあの船瀬俊介という有名な病院とか消費者運動なんで彼を呼んできてまたやるんですけども、そのテーマがですね、やっぱりあの自然医学、それから血液、血膜アクセス、この辺の話から、まあ、今の成人病と、あとがんの、この問題をちょっとやりたいと思ってます。それで、特にあの自然医学は森下圭一さんという有名な博士が唱えているので、はいはい、まあ、超造血説に基づいて、要するにあのがんというのは血球類が集まって、その集まってできるものだと。それがその血液の浄化作用を持っているんだと。したがって、がんのおかげで血液が、まあ、敗血症にならないで、2年も3年でもあの長生きできると。こういう考え方が自然医学の根本にありますよね。そうすると、例えばがんが見つかった、がんだったら見つかったときに、これはもうがんを取れというのが今の医学だから、確実にあのがん細胞がなくなるから、確実に早く死ぬ。そういうのことに対して全く違った概念じゃないですか、はい、そういった点についてはその森下あじゃなくてあの島学説から見てどういう意味ですか。島学説はさっきのやったり取ったりでたまたま血液の部分をねその細胞に変えてるだけですから、だから断食なりをやるとそれが元に戻ってくるんでがんも消えるっていうふうに言ってますね。僕もそう思いますね。あの一つ大きいのはね、大きくなるのが細胞分裂だっていうふうによく言われるんだけど、その DNA が1本ずつ分かれてね、そうそう同じものになっていくんだと。いや、そうじゃないんじゃないかな。おそらく遺伝子の、信号は大事だけど、そこへ物がどんどん行ってね、それで大きくなってね。だから、がんの転移はない。いや私もね、実はがん細胞は核分裂で増えるというね、昔の、メンデルの考え方ですね、18世紀のね、それの類推で今でもそう言われてるんだけど、はいはい、でもその現場を見た人は誰もいないんですよ、はい、がん細胞が分裂でって2つのあれで、いや、やつになってとか、こういうのは、まあ、誰もいない。実験でシャーレに入れればね、いや、だからそれもないんですよ、知ってる。増えるのが実際見れば、まあ、増えてた。逆にその血球類が集まっていって不定型のものところががんになっていってるわけのは現実だから、まさに血球類が集まってがんができる、まあ、そういう考え方も大きくありますよね。そういう点で私はまあそのどっちかというと自然医学の立場から超造血説にあのアプローチしたんですけども、まあ そういう考え方は話も一致したわけじゃないですね。あの先生からね、あのまあ大体はそうだろうということだけど、その自然医学の考え方とイコールではないんでしょう。島学説はね、イコールですよ。イコールなんですか。ああ、それはね、ちょうど今あの断食の話を見ましてね、来週またシリさんの断食道場に入ると。僕の健康の一番秘訣はね、断食なんですよ。全てが治すという。68歳でピンピンしてる。今回で 2,3 年行かなかったですね。で今回倒れて、これはまた行かなきゃいけないと。シリさんの断食で毎年行ってたんですよ。2週間ぐらい食べて平気なんで元気だって帰ってくるんですよ。その時にそのビデオが森下教授生、それ千島学生、全部同じですね。それから太田優さんの話が時々出てきましたけどね、この今日の箱根さんの話を全部聞いてみて、この成果探偵ね、別をした全部合わせてね、ちょっと密教的ですね。謙虚じゃないわ、最長じゃなくて弘法大師的な密教ですね、クンダリーニね。そうすると僕の英語教育もクンダリーニなんですよ。腹から考えるという意味だからストンと落ちますね。あ、ジェイさんどうぞ。ちょっとあの拒食症とか交感神経とあの自律神経失調症とかああいうのっていうのはどういう、僕は拒食症の人を扱ったことないんですけど、やっぱり基本はどっかの硬さだと思うんですね、原因が、はい、でそれは実際体をこう触って手がどう引くかでないと、まあ、
く言えませんですね。あのうつ病の方だけはやっぱり1年で治ったケースなんだけど、また元に戻っちゃうんだよ。うつ病は薬をとにかく減らしていけるで、1年間で大丈夫だったのが1年後経ったらまた戻っちゃう。だから嘘みたいに良くなった人もいて、顔つきまで変わったケースもあるんですね。一番基本的な話ですよね。抗受難っていうのは、あのそのなんか治療院みたいなものだと思っていました。え？抗受難っていうのはその治療院みたいな。あ、抗受難っていうのはね、さっきあの波越徳上先生の孫弟子だった弟がゆたんかっていう名前なんです。それで、シアス学校を卒業して、実は鹿児島の方で開業した時の名前が抗受難だったんです。で、僕もあの富士見を辞めて、いやこれを専門にやろうと思って、それで自然療法抗受難名前をつけて、それで今南アルバの方でちょっと一部屋ですけどね、あのご相談には応じてます。で最近はもう出張がほとんどです。あの一部屋なもんですから、お客さんいらっしゃるとなると、あの机をベランダに出したり、あと一部屋でもかと思うんですけどね、そういう現実で、実際に健康相談、はい、受けております。あ、特にこの間嬉しかったのは、その自由が丘、ね、お金持ちの方で、家にエレベーターがあるぐらいで、その体が動かなくて、で腰の痛みで自分は自殺しようとした。だけど痛くて動けなかったから、その方がそうですね、6ヶ月ですから、 2週間に1回来ましたからね、12回のお手当てで全く普通になりましたね。これも1回で良くなったわけじゃないですけど、やっぱりさっきの自然の原理、自然治癒力を上げるだけ。昨日源は地球とか、大自然になる。昨日源はもう色素不で空の空なんですよ。見えないところか、はい、どこかしらか。それを日本語では雨の源にしようかって名前をつけてるんですね。だから存在としての木だっていうふうにさっき説明した。源はもう大地というか、佐渡にね、国会っていう酒があるんですよ。あれ有名なんですけど、モーツァルトの音楽を聴きまして、はい、酒樽行ってきましたね。一番ロバート・デ・ニーロがあれしか飲まないで来るんですよ、こっそりと。今度連れて行きますよ。中に入ると音楽流れてるんですよ、これは。最高のあれ。なんでクラシック流れてるのかって、やっぱり気を送ってるんですね、あれは。ああ、気を送るのと、多分その、音楽でやろうとしたね。うん、オーナーのやっぱり気概みたいなやつがあると思いますね。そうね、気をうまいこと操れる人、操れるというか、取り込める人と全然取り込めない人の差は、体の硬さ以外にはあの心の持ちようとかもあるか。心の持ちがあるし、そのインターディペンデントな心の持ちようをするには、なんかコツといいますか、どんな心境なんですかね。どうにかなるやろみたいな。あ、どうにかなるよっていうか、私の場合はもうとにかくお役に立つというね、それを最優先にしてますよね。だからいただいてるんだと思うんですけど、それがお金がなんとかっつったら、やっぱり素っ気が入ってそういう能力出ないじゃないかと思ってますけど。最近くんちとそまちゃんの話がかなりあるなんて、はい、ちょっとあれしてるんですけども、自分でやる健康法ということで、大胸筋とか山とかフルシーダットとかチベット体操だとか、非常にいろんな種類の体操がその雑誌に載ってますけども、どういう観点でその健康法かなという。
いろいろまあヨガとか交換体操あるじゃないですか。その中でってくらいですから、あのここ2年ぐらい大極拳とヨガとブシードとやってます。それでそれぞれ結構違うなという考え方とは、今回ですかね、他にチベット体操だとか、なんかゆるゆる体操とかいろんな名前をつけて続々と出ておりますけども、そういう今ある種オフタクっていうかマニア的になりかねないんだけれども、どういう原理で、よしあし原理は要するに柔らかくするっていうのが基本ですよね。現実が硬いですとね、柔らかくならないんだあちこちが送り出すとそんなことない赤ちゃんの時より柔らかいですからね。いや生まれつきで硬いんだとかねよく言うんですけど、あの要は時間さえかけていけば柔らかくなるんですが、あのね僕のおすすめはね、時間あったらこれの普及にかかろうかなんで、自供術とかじゃ31プロセスかなんかのね、割と症状は少ないんですね。柔らかくて端っこから教術はおすすめだなと。はい、ジェイソンのこうプレグラスみたいなやつです。あ、実際のね体を柔らかくするのは呼吸で息吐くときに力抜いていくと、力がそうですね、柔らかくなる硬いですから、ちょっと見せてください、硬さ今リラクリの方いや、意外と自分でほら、お言葉で言うとは違う、ちょっと手どこにつきますね。つかないです。つきませんね。後ろの頃から手を回してもこんなに開いちゃって、後ろに行かない。はい、ひねってますね。あ、一節でおいくつですか。60年とかね。時代学んだ時と。僕のが年配僕先生と同じですからね。テニスでラケットを持ってまで肩が土になってこう丸くなるだから着いたのか。そしたら今日説明しなかったですけど、各々をしなやかにするね、ソフトでタフにしますって書いてありますから。膝が開かないからパワーが出ない。あ、そうですか。いや、あちこちあります。そんなことないと思いますよ。そうなのに努力されてそうなの。あ、これ毎日やってます。とにかく毎日やる。息吐きながら。あのジェイさん言ってね、息吐きながらやる。もしつかなかったら膝は曲げるでしょ。膝つくでしょ、ね、伸ばす。もうそれで膝伸ばされた。伸ばしきれないですね。ああ、いや、コツね、何にも毎日やるわけ。本当に呼吸のことですね。ヨガでやってる呼吸と普通だと指導内容が違うんですね。普通だとそういうのは体式で、これで精一杯呼吸を息を吸ってパンパンにした状態で呼吸法とか。ああ、呼吸法はね、調べると数千種類ありますよ。数千種類みんな違いますよ。あれおそらく、あ、これが一番いいっすって誰かがひらめくんでしょうね。それで移っていくけど、基本はやっぱり個人等の呼吸でいいんじゃないですかね。個人等の呼吸は口から吐いて鼻から吸い、非常に簡単で、さっきのその吊り下げられたような感じで本当に口から吐いて鼻から吸い。で、松本先生が習った英語の呼吸法も出てますから、とにかく声を出すよ。ああつって体式型の入手が近そうですね。あのいろいろ試されるのは僕は大賛成ですね。それはいいんです。ええ、瞑想しちゃってあ
でその中でこれはっていう、まあひらめきがあるでしょうから、それやられる方がいいと思いますよ。そのいろいろね、まさに群毛像をなでる例えのごとくて、それぞれ特徴あるから。先ほどの話のように重心はどこに持ってこいっていうことをちゃんと的確に言ってくれる人はあんまりいない。あのね、ウォーキングの本なんか見ても、あるいは正しい立ち方、みんな土踏まずからまっすぐなってます、ね、そんなようでしょう、ね、正しいかどうかの確認は横から押してもらって、安定してるかどうかで決まりですよ、うん、そうするとさっき言った両足先端結んだ頭のてっぺんと正確に手が一致する。それはそのテストで、それはあのちょうどね、神社にお参りしてありがとうって言った時の姿勢であるし、でまさにあの最初のね、その猿が人間だったルーシー城って、アフリカのことまでの130何千あの姿だな。私履いてる靴は靴内環境なんとかなったかっていう法人の靴なんですけど、その人は靴の中の環境をどうしたらいいかということで、すごく神経を注いだ方なんだけど、ある時は歯医者さんの解剖でですね、歯医者さんは寝転ばせて肩を取っていると、あれはいけませんよと、そうちゃんとまっすぐにしてそこで髪の毛を確認していけないと、そうすったら歯医者さんが、あ、そんなもんかねとびっくりしたようなことでしたと。あのさっき紹介したこの靴はですね、意外と重いんですよ。あ、重いですね。え、これ重いです。もう重いけどね、歩きはね、とっても楽で、MBT で名前付いてます。マサイ族。マサイ族の M なんです。伊勢丹で見てはないですか。これ伊勢丹に売ってないですね、専門店しかないから。僕はですから、立ち方を覚えるために、下駄で履いて、下駄を履いてくださいって。ああ、下駄いいと思いますね。下駄がいいと思う。昔の人は下駄で立ち方を知っちゃって、絶対下駄履いてる後ろには絶対かかとには、ね、力入らない、入れたら転んじゃうんです。前につま先に力入れるんで、立ち方まっすぐになりますから、立ち方が分かんない人は下駄履いて歩いてください。そうすると大体分かってきます、感覚的にね。言っても分かんないんで、下駄はこれ腰振動の小武道をやった方は言ってました。間違いない。浅草はいつも下駄だね。そうそう、下駄いいですよ、下駄履いたらね。そうすると理屈が分かってきますので、それからでは説明できないということで、ね、靴じゃダメだね。あと波動っていう言葉をですね、ちょっと聞いてみると、気のエネルギーっていうのが書いてあるんですけど、先生のこのエネルギーのここに分類されるんですか、波動って。ちょっとあまり超的ない、波動っていうのは、まず基本的に全宇宙は絶対温度 2.7 度計 その波動で包まれているっていうのが基本にありますね。それはビッグバンが起こったのが、大体150億年ぐらい前でしょ。でその時の、余波っていうか、ものすごい熱量で、ね、それが今に来てその残ってて、なんか得体の知れない電波波動があるということで、ベルケンのね、ベルケンのウィルソンとペンジアスというかね、あらゆる方向から電波が来ているのを見つけた。で、ね、それよくよく調べていくと、全宇宙が、宇宙放射とか名前ですね、絶対温度 2.7 度に相当する電波で覆われているんです。それからさっき言った電磁波っていうかね、その磁力線があると電波みたいなのが変わるから、あらゆるのが来てますよね。この部屋でもテレビの電波来てるし、よく波動って言った、波動って当たり前ですよね。だって自分たちは 36.5 度ぐらいの温度持ってるんですから、温度持ってるのは必ず遠赤外線出してますからね。ウィンの法則っていう式で、こういう13ページですね、割と長い波動を出してます人は。
から電車に乗った時とか、なんとなく後ろから見られてるとか感じるんじゃないでしょうかね。はい、さっさこれ何時までやるの？あ、9時まで。あ、9時までやる。その後いっぱいです。あ、そうですか。じゃあ9時までだそうですから、あと何なりと。あの、僕16ページがないと思って。大丈夫ですか？なんかないのが波動があるんで、気を変えましょうか。あとで。まだ少しまだあります、これ。あります、あります。ちょっとすいません、もう抜けてるのあるかもしれない。抜けてるのがあるんですけど、すいません、これどうですか？ちょっと見てください。16ページもあります。ありました。あ、で、あの、どうやってその気がいっぱい出るのかなっていうのがちょっと質問だったんですけど、あと気はなんで手からしか出ないのかっていう。あ、そんなことありませんね。要は細胞の、あの、総和ですから、体中出てますよね。ただね、電波がどうして尖ったとこから出るかはね、わからないみたいですね。指からは確かに出ますよね、実際に治療使いながら。だけど手のひらだけでやることもあるし、あるいは、あの、タクシー乗った時に乗った人がすごいね、気が出てる人で運転手さんの前に喘息が消えたとかいう話はありますから。だから体全体から出てる。あともう一つ点なんですけど、自分が気が出てるとか自分出してるっていうかよくわからないんですけど、まあ、体感できないんですけど、なんか体感する方とか、そのさっきは光が出してるイメージとか言いましたけども、出てるってことを自分で確認できたりすることってできないんですか？たくさん出てるなとか出てないなとか。お風呂でね、お風呂だと一番力抜けますよね。それでこうやってみるとわかりますね。あったかくなっていいですか？なんかそういう何かが意識してる。意識すると脳がそういうふうに錯覚するっていうんじゃなくて、いや、錯覚じゃなくて、やはり確実にね、捉えていますよね。そういう気持ちになればそういう気がするぐらいじゃなくてですか？現実に測定できてるから。はい。さっき、あの、磁力線と同じようなものかなということをおっしゃったんですか？やっぱりそんなもんなんですか？はい、だって地球の磁力僕ら感じないじゃないですか。確実に来てますよ、あれだけど。この部屋の中でその誰が一番強く出てます？それは僕でしょうね、やっぱり。2番目は先生、分かるそうですよ。いやいや、ジェイさんもそうです。その大元になるものがそのやる気だったり気力だったりする、それを出すっていうか、あの、両方ありますよね。体が心を動かすのもあるし、大部分は心を体を動かすって僕なんかその教わりますけど、やっぱり体の調子悪い時はやっぱりやる気が起こらないですよね。その時はどうするかっていうと、何もしない方がいいと思うんですよ。で、断食のね、メリットは、お腹空っぽになると思考も変わっていくんですよ。空っぽだったらエネルギーが入っていくんですよね。で、今日来る時はもう最後の時代に熱もあったんですけどね、浜口話してまた熱、元気もらってきたからね、ちょっとオーラも取り戻したかなと思ってるんですけどね。あの、断食してるとエネルギー出てくるんですよ。本当に変わってくる。で、できたら皆さん一回やられたらいいですね。で、断食日記をつけた方がいいです。1日に1キロずつ減っていきますから、その時書いてる内容が違うんですよ。お腹いっぱいの時の思考と空っぽになった思考は、最初俺が生きてるんだという、もう自信満々で、ね、3日4日になったら俺は生かされていると。だから浜川さんの生きに行きますよ。俺は働かしてもらってるんだと、人のお手伝いさせてもらってるんだと、なんで俺は生きてるんだと、日本が守ってくれるからだと、お腹いっぱいの時は考えないと。やっぱりそれエネルギーが逆ですね。
あの太鼓の目じゃないかな、空っぽにした方がエネルギーある、はい、これは間違いない。その断食の結果なんですけど、ホームページで拾うとすごい数の断食が、すごい多いですよ。ああいうものってその、まあ、営業的なね、食材の中のかなり入ってるんじゃないかなっていう、結構入って取ってますね。これは松下さんの言って、まあ、森下さんが言ってますけど、断食やると空腹になると悪い細胞が出てくるんですよ。出るんですよ。それで体健康になる、健康になる、病気治るんです。ああ、それの森下説とね、がんの一番前も同じだったんですけど、空腹にするといい血液に変わるんですよ、ね。そうそうそう。だから悪いやつ、悪いやつが、あの生き生きしてる。要するに断食だと便が出るでしょ。出ます。宿便って言ってね、あのしばらく出ないけれども、あの何年も溜まってるやつが出るんですよ。それと一気に元気になります。それが悪い細胞だったんです。そうそうそう。食べなくても便だけ出るんです。そうです。これが不思議だと。それはやっぱり体にある悪い細胞をどんどん出すことです。それで健康です。それで断食やっぱりたまにやっていいらしいですよね。たまにいいですよ。いい道場を選ぶコツはいろいろホームページ出てるんですけどね、僕はあの市議さん断食道場を勧めますね。あそこはね、あのあれ、マクロビオティックってやってるんですよね。あの料理やってますから、最初捕食期間はね、あのだんだん減っていくんですよ。で本断食って3日4日お腹空かないですよ。本当に空いたら1日ぐらいですね。2週間いてもテレビ見ててね、あの発想変わっていくんですよ。日本のテレビ番組はこれはあえてうーん美味しいとかくだらん番組ばっかりですね。これなんでこんなことやるんだって普通マンプールで感じないですよ。日本だけですね。越前の神行ったらこれどんな味がしますか、うーん言葉の表現できない、じゃあ黙っとけよ気になるけどそういうのが多いんですよね。だからその時に悔しいなと1日ぐらい、そして絶対舌に苔が出てきたら味も欲しいもの何とも思わない、人が食べてても何とも思わない、何日でもできますよ。これは浄化作用してるんですよね。僕のエネルギーはそこから取ってますね。早く浜岡先生に気に立ちたいなと思ってます。英語はねお互いに2人で3人、4人前仕事で、それでメックスの時には髪型のこと言わないですか、何回噛むか、噛むことものすごい噛む感じなんですね。うるさいです、100回噛むとね、50回でいくらとか、脳で満腹感感じるのって噛むと、そうですね、それで食べなくなる。だからさっきおっしゃった顎と関係があるんですよね、だから人生が進化論的に言えば顎があのやっぱり発達してるかどうか、今の若い人は顎はないでしょ、だからやっぱり病気もなりやすいですね。アトピーとかいろんな問題とか、断食道場に来てる人はね、あの精神修行で来てる人ほとんどいないですね。アトピーを治すとか、体の中のバイ菌を全部殺しちゃうから余計アトピーにかかるんですよ。次花粉症とか、あれ断食したら全部治るからね。だからそれはやっぱり噛むのが普通あれは面倒くさいから早く食べちゃうんですけどね、たったこれを噛んで噛んで、だから2週間経った梅干しの1個の味ね、これは話せないですよ。この梅干し1個は1日中食べてますよ、舐めて舐めて。この喜びはね、満腹の時分からない。2個も梅干し食べられないですよ。うん、一回言ってください。あの噛むと、噛む時期というね、昔は、40何年前ですかね、僕のちょうど薬学に入った頃、若返りのホルモンとして提案されたのがあります。それは噛まないと逆に出ないことは分かってて、当時は、パルチン取るのに、おしっこから取ってましたね。あの帝国臓器に取ってましたけど、それはその後分かってきて、パルチンが出ると胃と腸の働きを前もってこう準備させる役割があることが分かってきますね。だから要するに噛まないといけない。なんか病院食でおかゆ出すのをってのほかだって先生もいらっしゃるんですよね。それが合ってる、ただおかゆの方がいいっていう時は別に無理することないから、おかゆ食べる前にね、そこらやっぱり素直になる方が、いや頭で考えなくて。小便の、あれで治す方法があるでしょ、太田龍さんがやってるし、なんかヨットで堀江とかなんかずっと言ってでしょ、あの時食べ物なかったら小便さえあれでできるとか真剣にやってる人多いですね。我々博士もそうです、大塚浩一郎もニュートンもやっぱりそれやっぱりあるんですかね。
小便の中で、あのカロチンというのが作用してるんですかね。かもしれない。だって赤ちゃんをずっとお腹の中にいるときは、それも全部羊水から食べて育ってますよね。トイレ行かなくてもいいんですかね、体重はね。だから進められるかどうかはまだ別でしょ。そうですね。僕はあんまりその小便までは行かない。信じるものは救われる原理があるから船に乗ったらね、理屈なしやるかもしれないけどね、じゃあ乗せてくれって言うから地方があるから地方行っちゃう。他にございますかね。あとは懇親会でいっぱい入るそうだ。そうしましょう。そうしましょう。じゃあ今日は本当にあの大変なあの、今まで疑問に思ったことが明確にあの、まあ、たくさんありました。ありがとうございました。あの富士写真フィルムで、まあ薬学部ですね、薬学を勉強された方がこういう分野であの第一人者になるというのは大変なやはり、革命的な変化だと思うんですね。やはりやっぱり医学の進歩はまだまだこれからかなという感じはしますね。ぜひあのこれからもいろいろ世の中に発信していただきたいですね。まだあの理論的な部分で解明されてない分野じゃないですか、はい、木の理論というのはね。今度は福士美庁さん呼んできて対談しませんか。ああ、福士さん。福士美庁さんが何部でもやるから考えてください。それではあのこの後ですね、そこ出まして左側へずっと行きますと1ブロック2ブロックを下に曲がると海美亭という、ところに地下1階で大体、まあ、飲み物は多分自由という形になって3歳ぐらいで十分食べると思いますのでぜひご参加いただきたいと思います。そしてあの次回はですね5月例会天野さん、天野ちょっと立ってください。今サブプライムローンの問題で、経済の世界的な経済の変化、これをどういうふうに見るかという意味じゃ大変な、世界恐慌かというような考えも随分新聞雑誌出ておりますが、そういった点を含めて、天野さんは、リチャード・ベルナーですね、の研究会にも加わっておりまして、ベルナーさんと非常に親しい間柄です。先日は私もちょっとお会いさせていただいたんですけど、これからちょっと経済問題をですね少し真剣に、本格的に取り組んでみようかなと。で結構私の関係の方経済問題こういう方多くてですね、日経新聞の和佐さんというですね日経の社長相手に訴訟をずっと起こしてるって、この方証券部出身ですが大変な方です。ゴルフなんかでも親しい間そういう方も含めてちょっとチーム作ってですねワールドフォーラムレポート経済レポートをちょっと作っていくのかな、まあ、その辺の中心になってやりたい方は天野さんなので、まあ、来月はぜひそういう経済問題ですがご参加したいと思います。ちょっと天野さん一言経済がですね、こう揺れていて、まあ、サブプライムローンとかですね、あとは、CDS とかですね、まあ、言葉の意味がよくわからないなと思っている方が多いと思うんですけども、まあ、そういったものも、まあ、作り出すところがあって、で、巨大化させてですね、まあ、そういった風になってしまったわけで、まあ、そういったところがどういう風な考えを持ってですね、こうやっていったのかとかですね、まあ、そういったところも含めて次回お話をできたらなと思います。どうぞよろしくお願いします。じゃあ今日はこれで一部は3回ということで、ね、あと2部は懇親会という形でちょっとお下げ入れながら、やりたいと思います。本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ある方お店に寄ってみてください。この住所書いてください。